糖質制限、ラー油の冷ややっこを作ります。生姜1かけ、ニンニク1かけ、長ネギ二分の1本、鷹の爪2本、松の実 30g。20回ほど分分引っ張ります。フライパンにごま油 50cc、サラダ油 50cc、一味唐辛子小さじ1、分分した具材を加え、弱火で加熱します。 グツグツしたら3分ほどで火を止めます。粗熱が取れたら、醤油大さじ1、ラカンエ S 小さじ1、塩小さじ2分の1を加え混ぜます。豆腐にのせて完成です。